訪れたのは立東高校レスリング部の閣議場。小学生から高校生までが所属するレスリングチーム、立東レスリングクラブの練習場にもなっています。今回注目したのは成長著しいクラブきっての有望株、柴田寛大選手。まだあどけなさが残る中学3年生です。4月の JOC ジュニアオリンピックに出場し、フリースタイル45キロ級で準優勝。6月に日本代表としてアジア大会に出場しました。結果は8位でしたが、柴田選手にとって大きな経験となりました。初めての海外だったんで、なんかそのうわこんな感じなんやみたいな、そうなんか大会もすごい、なんかあれ相手もそのすごいでっかい人がめっちゃ多くて、もう怖かったんですけど、一生はしたいなみたいな思っててけどできなかったんで、ちょっと悔しかったなっていうのはあります。柴田選手がレスリングを始めたのは5歳の時。もともとプロレスが大好きで、友人の母の紹介で立東レスリングクラブへ。元気いっぱい楽しく競技に打ち込む中、ここ数年で大会で上位の結果を出せるようになったといいます。昔とかもすごいなんか自分がその絶対負けるわみたいな、強い相手とかがもう分かってきたら、あもうなんか無理無理無理みたいなってずっと諦めてたんですけど、もう先生とかにそのメンタルとか鍛えてもらったりして、だんだん強くなってきて、もう強い相手もあんまりビビらんくなったかなと思って、それで一気にガラッと変わった。さらに強くなるために柴田選手がしていることとは。相手の動画とか、その強い人の動画とか見たりして、でそれで技の研究とか結構してますね。そして一緒に練習に励むクラブの後輩メンバーにもお話を聞いてみました。いや、戦ってる時に相手を自分のペースに持ち込めるところがいいところだなと思いました。自分らが知らないような技とか、すごいなんじゃこりゃって技をバンバンかけてきて、もうものすごく上手い人ですね。立東レスリングクラブはこれまで数々の日本チャンピオンを誕生させている名門チームです。指導を行うのは立東高校レスリング部の顧問でもある田中秀人先生。まだ帰ってません。まだ帰ってません。90度で2点ですから、我慢しますから。スタミナがあるので最初から最後まで攻める力はあると思うんです。なかなか最後に点数を取れるかと、相手も頑張りますし、だからそこは取れるかわからないんですけども、まあ、スタミナがあって最初から最後まで同じ動きができる、素晴らしいことだと思いますね。体は小さいんですけど、全体練習が終わってからもうロープを登ったりとか、そんな形で自分でこう自主練をするようなことが多くありました。であとまた休みの日でも自分で自主練をするようなことがよくありましたので、多分そういうような努力がようやく身になってきたのかなというふうに思います。田中先生には2年後の滋賀国スポに向けて立東をレスリングの街として盛り上げたいという思いが。ここに赴任しまして、でレスリング部立ち上げまして、やはりなんとか街の中でも存在感をこうなんとか作ろうと、なんとか立東はレスリングの街だというふうにしたいなということがありました、はい、今ちょうど県でもほんまにそのターゲット世代は国スポで勝ちますよと、頑張りますよというようなことで一致団結してジュニアであったり高校生であったり対応しております、はい、もう全部がそれを目指してます、はい、チーム全体の目標となっている滋賀国スポ。柴田選手も2年後の地元での大舞台を見据えながら練習に励んでいます。その今まで監督とか友達とか家族とかもみんなそのすごい僕を支えてくれたんで、その恩返しするように滋賀で勝ちたいなと思います。
そしてアジア大会で世界の舞台を経験した今、柴田選手に芽生えたのはさらに大きな夢。先輩方とかもすごい世界で活躍してたりとかあるんで、自分もそのやっぱりオリンピック出てそのいい成績を出したいなとすごい思います。